どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。いや奥歯がいずい、いやいずいですね。いや虫歯か虫歯なのかこれ。いやあのね、冠をかぶせてる歯があるんですよね、奥歯にね。そいつがなんかいずいんですよね。いや歯医者か歯医者か嫌だな、あのチューインっていう音はね、得意じゃない人の方が多いよねっていうことで、今日はですね1週間ぐらいのゲームの話題やニュースなんかをで気になったものをちょっとピックアップしてお話ししていくっていう、そんな動画になっております。皆さんもですね、まあ春油断するとね虫歯になるんでね、歯医者さんに行く羽目になるので、しっかり歯磨きしてね歯磨きでいいのかな、ね、虫歯の原因って何なのというわけでね、行ってみましょう。ではまず最初こちらの話題から。 Amazon プライム値上げです。ゲームと関係ないんだけどさ、なんとなくねちょっと関係ありそうな気もしなくないじゃないですか。Amazon プライムが年会費3900円から4900円にということですね。まあ、もともとアマゾンプライムの月額すごい日本は安いんですよ。これ国ごとに結構値段違ったりしてて、アメリカとかもっと高いらしいんですよね。ただアメリカの方も最初はすごく安くて、で徐々に値上げをしていくっていうスタイルだったらしいんですよ。で値上げしてもほとんどの人がね大会しないらしいんですよ。なんでかっていうとアマゾンプライムめっちゃ便利だから、みんなアマゾン使いまくるし、まあアマゾンにね付随する、まあ、ミュージックとかアマゾンビデオとか、まあいろいろあるじゃないですか。いろんなサービスがあって便利すぎるからもう離れられないんですよ。まあ、そんな感じでね、Amazon プライムは今後もまだまだ値段は上がっていくと多分思うんですけれども、まあまりにも便利すぎて日本でもやっぱり皆さん、そんな簡単には大会しないのかなという感じがします。まあ、そんなね、ゲームと関係ない話題でしたけれども、続きましての話題いきましょうか。PlayStation Network Online の ID 変更がとうとうできるようになったぞということで、4月11日から全てのユーザーが PlayStation Network の ID を変更できるようになっておりますね。初回は変更無料だそうです。2回目以降は、変更にお金がかかるみたいですね。金額にするとね1000円だそうです。ちなみに PS プラスの会員なら500円だそうです。結構ね、以前より言われてましたよね。皆さんそのまあ若かりし頃につけた若気の至り的なID がちょっと恥ずかしくてとか、フルネームに誕生日とか入れちゃったりとかするした方にはね、もうちょっとその怖すぎてね嫌だなとかって思ったりね、まあ、昔好きだったそのアニメとかゲームのキャラクターの名前つけたけれども今はもう好きじゃないとかね、まあ、いろんな理由から変更したいなっていうのもあると思います。変更するからにはね、じっくり吟味した上でねしっかりつけてください。逆にちょっとお金払えば変更できるっていうんでね、みんな思い切った ID にもできるといえばできるんじゃないかな今後はね。1000円や500円で変えられるんならダイナミックな ID にしてやるぜっていう、そういう猛者も現れるのかもしれないななんて思ったり思わなかったり。では続いての話題いきましょう。これ中国の e スポーツの話題です。中国政府が e スポーツの選手を正式な職業として認めたようです。何なの、中国って職業は政府に認められるられないってあるのかなとかっていう話になってくるんだけど、まあ標準職業分類っていう形で言うと、まあ日本の政府にもあったりするのかな。4月の13日に、まあ、中国政府がですね新しく公認職業を発表したそうなんですけれども、その中に e スポーツの選手や e スポーツの運営者も含まれていたそうです。なんか中国のスポーツ選手って国に所属してるっていう形らしいですね。で国からのお金を得て、まあ、教育を得て、選手として活躍していくっていう形になるらしいんですけれども、ということは e スポーツ選手っていうのも同じような形になるのかな、国に所属するっていうような形なんでしょうかね。ただ中国ってゲームに対してちょっと締め付けが最近厳しいなっていう、まあ、最近なのかどうなのかわからないですけどね、ここ1年か半年ぐらいの間で新しいゲームの認可が下りないだとか、そもそもね、e スポーツの大会とかやっててもその大会を配信で見ることができないみたいなのがあったりして、なんかその e スポーツっていうことを広げていきたいのか、まあ、締め付けたいのかちょっとわからないですよね。若干矛盾してるというかちぐはぐしているなという感じがありますが、e スポーツの産業自体は中国でも相当でかくて1兆円以上の規模のその産業になってるようですから、まあ、ほっとくわけにはやっぱりいかないんですよね。まあ、今後ね、どうなっていくのか。なんか中国の方って、リーグオブレジェンドとかさ、そういうMOBA、のゲームはすごい、まあ、盛んなんですけれども、なんか一人用のコンシューマーでやるゲームとかって全然プレイできなかったり、それこそフォートナイトとか PUBG なんかも、中国では今正式にはプレイできてないような環境らしいんですよね。なので、ま、やっぱりちょっとチグハグしてるよなっていう感じはしますけれどもね。まあ、どうなっていくんでしょうか。ね、日本じゃないんで、あんまり興味はないんじゃないんですけれどもね。どうなっていくのでしょうか。では続いての話題です。これちょっとね違う動画でも軽く触れたんですけども、セキロシャドウズダイトワイスが、売上本数200万本を突破したそうです。
これが約10日間ぐらいで、この売り上げに達成したということだそうです。でダークソウルのシリーズとかブラッドボーンよりも、初動に関してはいいということだそうですね。まあ、満を持して登場したねフロムソフトウェアの死にゲーがね、世界を今魅了しているわけなんですけれども、なんかねもうね攻略もすごい随分進んでるみたいでして、スピードランに関してはもう30分切るらしいんですよね。あの牛を飛ばしたりさ、火牛を飛ばしたりだとかそんな技術もあるみたいなんですけれどもね。まあにしてもだよ、僕はね初回あれですよ、40時間ぐらいかけてクリアしたものがもはや今30分でクリアできるって、もうどういうゲームなんこれって、もう謎ですよね。まあよくできたゲームだこと本当に。まあフロムソフトウェアといえばですね、僕はブラッドボーンも好きなんですけれども、これちょっと全然また話題が変わるんですけれども、ブラッドボーンのボードゲーム、これ公式のボードゲームなんですけれども、このキックスターターが4月24日からね開始されるそうです。まあ速攻お金集まるんだろうなぁなんて思っております。日本語版が展開されるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、正直ですね、購入して、まあ、ボードゲーム遊ぶっていうよりは置いておきたいですね。このミニチュアフィギュアとか見てもすげー出来がいいじゃないですか。いやかっこいいなぁ。発売された暁にはね、ぜひとも私も購入したいなぁなんて思っております。では続いての話題です。先日っていうのはいつだ？先月ですね。3月26日に、その、Nintendo Switch と Xbox One 版で、Final Fantasy 7が発売されましたけどね。で、それに合わせてなんだと思うんですけど、Final Fantasy の YouTube 公式チャンネルで、制作者のインタビューの動画がですね、公開されております。これ、海外のチャンネルなんだけど、話をしてるのは、北瀬さんと橋本さんと直良さんなんで、日本語で普通に喋ってるんで、普通に話の内容聞けちゃうんですよね。まあ、ファイナルファンタジー7発売当時でバリバリ遊んでいた方々、もしよかったらね、ちょっとYouTube でね、ファイナルファンタジーの公式チャンネル行ってみていただいて、動画の名前が、インサイドファイナルファンタジー7クローズドキャプションズっていうやつなんですけれどもね、ぜひちょっと見ていただきたいななんて思います。感動っていうよりなんかね、やっぱり僕にとってはファイナルファンタジー7っていうのはすごく特別なゲームなんだなっていうのをすごく感じましたね。音楽を聴くだけでも様々なものが蘇りますし、今あの古い映像を見てもそれでもワクワクさせられるような何かがある。もちろんね、今見たらすごくチープな画面だし、今あんなの出たら、まあ、滑稽といえば滑稽なのかもしれませんけれども、あの時代に出たねファイナルファンタジー7ってものすごく意欲作で、多くの人たちがですね魅了されていた、その理由って何なんだろうかっていうのを、まあ、制作者の方々の思いやね、思い出たちをなんかこう聞いていくことによって、なんか感じ取ることができるなーっていう気がしております。まあ、それこそ現代においては、まあどんなゲーム出してもね、あれが良くない、これが良くないってね、ゲームのダメな部分ばかりにピックアップされてしまうような、まあインターネットの社会ですけれども、ダメな部分ばかり見て我々何か大事なことを見落としてやいないかなみたいなね、我々はもっと本当は感動できたり楽しめたりするいろんなものがゲームの中に一つ一つ渦巻いてるはずなんですけれども、その大事なものをなんか見落としてるんじゃないかなみたいなことをね、なんとなく見てて感じました。まあ、全員が同じ気持ちになるかどうかは分かりませんけれども、ファイナルファンタジー7好きな方いたらぜひね、ご覧になってみていただいてはいかがでしょうか。では続きましての話題です。モンスターハンターワールドですけれども、4月26日よりアステラ祭開花の宴が、開始されますね。まあ、イベント中は周回エリアがね、またいつものようにね特別な仕様になったり、イベント中にしか手に入らないアイテムとかもあるのかな、それによるなんかこう装備とかもまた作れるみたいですね。今ってみんなどうなの、モンスターハンターワールドやってる？まあ、大型アップデートとかがやっぱり控えてるから、ちょっと今人口も少ないんじゃないかなとは思うんですけれども、モンハンのね、なんかそのイベントのやり方って僕すごい上手だなと思うんですよね。それこそ、モンハンのイベント、過去のイベントの時にね、やっぱり遊んでましたけれども、やっぱりワクワクしますもんね、なんか集会場がなんか彩られてたりすると。だからこうやってまたなんかね、イベントやってるよって言われるとまたね、久しぶりにね、起動してみたくなりたくなりますよね。皆さんもよかったらぜひこの機会にもう一度モンハンのスイッチを入れてみてはどうですか？もうすでに入ってんのみんな？やってないの俺だけ？すまん。では、続いての話題です。元ファイナルファンタジー15のディレクターである田畑はじめさんですけれども、先日ね、JP ゲームズという、ご自身の、ゲーム会社を立ち上げられましたよね。その中で、新しいですね、作品が発表されました。パラリンピックを題材としたスポーツゲームだそうで、その名もザ・ペガサス・ドリーム・ツアーというゲームをですね、制作されるそうです。これですね、
国際パラリンピック委員会の公認を受けて開発される RPG だそうなんですよ。スポーツなのに RPG っていうね、ちょっとね、なんかすごいいろんなものが混ざっていて、まだゲームの全貌っていうのは全然見えてこないんですけれども、すげー気になると思って、2020年のね、東京パラリンピック競技大会に向けてさらなる活性化と普及をね、目的としたゲームになるようですね。ゲーム自体はですね、スマートフォンをはじめ様々な機器で遊べるらしいんですよね。まあ、プラットフォームの垣根を越えて遊べるようなゲームで、まあ、何か挑戦されるみたいなんですけれどもね、このゲームの全貌がね、分かり次第またね、なんか話題にしていきたいななんて思っております。どんなゲームが出来上がるんでしょうね。さあ、では続きましての話題です。シェンムー3の、まあ、ツイッターの公式アカウントが、1枚新しい写真を出しまして、主人公がですね、フォークリフトに乗ってるんですね。これな、これシェンムー好きだった人はこれおーって思うらしいんですけれどもね、なんかアルバイト、金作用のアルバイトとしてフォークリフトに乗るっていうということは、まあ3はまあ以前のね、まあ1とか2とかにあった要素をうまくね、リスペクトして、また新たに取り入れてくるっていう、そんなことを表している一枚の写真なのかなという感じだと思いますけれどもね。無事ね、予定通りね、シェンムー3発売してくれるといいですね。もう待ってる人もそろそろないだよね。待ちくたびれて首長くしすぎてもう66首になっちゃってんじゃないかっていう、そういうね、話なんですけれども、続いての話題に行きたいと思います。ゴッドイーター3がですね、任天堂スイッチで発売されるようです。発売日は7月11日だそうです。任天堂スイッチ版の早期購入特典としては、テイルズ・オブ・ベスペリアとのコラボで衣装とかヘアスタイルが手に入るようですね。あ、ほんといろんなゲームがね、スイッチに登場しますね。まあでも欲を言えば、なんかその他のプラットフォームで出てから半年1年後にスイッチでも出ますとかっていうことじゃなくて、できれば一緒に発売してほしいですよね。まあ、単純にゴッドイーター3がスイッチに来るっていうので嬉しい人も多分すごく多いとは思うんですけれども、なんか新しいゲームどんどんね、来てほしい、来てくれてもいいんじゃないかなっていう、そんな思いもややあるよっていう、そんな個人的感想でした。さあ、というわけで、ここ1週間ぐらいの話題なんかをつらつらつらっとね、まとめてみました。皆さん気になる話題なんかはありましたか？やっぱり ID 変えたいなっていうところですよね。な、もうできるわけだから、もうみんな、もう変えたかった人はもう変えちゃってると思うんですけれどもね。はい、ここで皆さん大喜利です。こんな ID は嫌だ！はい、コメント欄に書き込んでくださいということです。というわけで、今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。